はい、こんにちは、ポップです。 今回は FX デイトレ向きの人の特徴ベスト5という形でね、このテーマを取り上げて解説をしていきたいと思います。こういったね、特徴に複数当てはまればデイトレーダーの素質がありますということでね、皆さんはこういったね、条件に当てはまるでしょうかというのをね、まゆるーくね、見ていただければと思います。私もね、十数年デイトレーダーとして生き残っておりますので、まあ、ある程度のね、説得力はあるかなと思っておりますので、今回の動画をアップさせていただいたというところで ございますえー、では、えー、ベスト5から見ていきましょうまずは第5位です。 勉強する習慣が大人になってもある人。まあ、これはね、必須科目からと思います。皆さんね、サラリーマンであれば、まあ、職場があると思うんですけど、職場の周りね、見ていてください。勉強やってる人の割合はね、どれぐらいいらっしゃるでしょうか。私もね、まあ、金融機関に勤めてるということなんですけど、まあ、半分以上はね、勉強してないんじゃないかなっていうのをね、感じるところでございます。まあ、勉強の定義もね、まあ、資格の勉強だとか、こういったね、教育系 YouTube を見るだとかね、まあ、いろんなことが、 あるかと思いますがその勉強のテーマも特に、ね、定めていないんですが一般的なアンケートによりますと世の中の、ね、社会人の人が勉強を1日にする時間というのは平均7分 とという、ねえー、データを見たことがあります、まあ、0分の方も、ね、全くしないという方もいらっしゃるので、まあ、やっている方はどれぐらいの平均かというともう少し上がるかと思うんですがほとんどが、ね、社会人だったら勉強していないという形になります。これって、ね、めちゃめちゃチャンスじゃないでしょうか。えー、逆を言えば、ね、勉強を、えー、定期的にする人はです、ねえー、やっぱりまともに、ね、稼げるようになるという形になろうかと思いますので FX というのは、ねえー、常に勉強、やっぱり、ね、自分でトレードをしてみてそれを振り返って、ねえー、チャートの分析をしながら自分の入った ポジションが良かったかどうか、そしてエグジット、アウトする時のタイミングが良かったどうかとかいうのをね繰り返し勉強していかないといけないというところなので、やはりデイトレーダーになるためにはですね、勉強する習慣が大人になっても必須という形でございますので、まず勉強するね習慣を持ちましょうというところでございますね。はい、こちらが第5位でございます。では続いて第4位を見てみましょう。 4位は孤独に耐えることができる人というところでございます。まあ、下にも書いておりますが、トレードは、ね、基本的には1人でやるものではないでしょうか。 え常に誰かとね一緒に行動しなければえ不安だとか、えー、いつもね誰かと一緒に遊ぶという方はですねまあ自分自身の時間が持てないというところで、えー、まあ、孤独にね、えー、耐えることができないんじゃないかというところでございますやっぱりね、えー、自分自身で判断してば、まあ、先ほどの勉強もしましてトレードというのはしていくんですが人と一緒であればねそういう時間が取れないという形になりますのでもちろんね勉強にもつながっていくと思うんですがやはり孤独というものにね 耐えることとができなななければデイトレーダーダには向いていないかなといてかうとこころでございます、まあ、こうなるとね、えー、オタク気質だとか、引きこもり気質の人ね、えー、全然チャンスはありますので、ぜひぜひ、えー、孤独に耐えれる人はね、デイトレーダー向いていると思いますので、えー、頑張っていきましょうというところでございます。私もね、えー、かなり孤独が好きと言いますか、一人の時間が好きということなので、まあ家族もあるんですけどね、えー、こういった、えーまあ、単身赴任ということで、えー、孤独に全然耐えることができるというところでね、トレーダーの条件は満たしているなという、ね、自分 なりの分析もございますえそれでは続いて第3位行ってみましょうはい、えー、生活費を多く超える収入があることこれってね、えー、結構大事になるんですよ え失っては、ね、いけない資金で投資をすると、まあ、冷静な判断ができなくなりますとありますけどえ皆さんも、ね、トレードやったことある方は経験ないでしょうかえ例えば、ねえー、本当に余裕資金であれば、えー、失っても、ねえー、構わないという資金であれば思い切った、ねえー、トレード、まあ、判断で、えー、利用を伸ばすところだとか損切りすべきところを損切りするということもできるかと思いますが、えー、これを失ってしまったら、ね、余裕資金が全くな,なくなってしまう、えー、ましてや、ねえー、借金をしてですね トレードをするという形ですと、まあ、損切りするところもできなくなってしまって、より傷を深くしたり、ですね、本来であれば利用を伸ばさないといけないところも、ですね、まあ、適当なところで利益確定をしてしまうということで、ね、思い切ったトレードができなくなってしまう、冷静なトレードができなくなってしまうということで、やはり生活費を、ね、多く超える収入があるということは、ね、トレーダーとしては大切かなというところでございます。まあ確かにね、ね、トレードしないと、ね お金増えていかないというところで、えー、本末転倒なところもありますが、やっぱりある程度のね、種銭と言いますか、えー、軍資金というのは必要かなと思いますので、ぜひぜひ、えー、トレードをやる前にですね、えー、カッツカツの資金でやるのではなくて、余裕資金を作ってから、えー、デイトレの世界に、えー、行っていただきたいなというところが、えー、こちらのテーマでございます。はい、えー、ベスト3位の、えー、次はね、ベスト2位という形でございます。 えー、こちらも大事です。テレビをほとんど見ない人ということでございます。えー、これはね、本、え、当、ー、何言ってるか分からないという方もいらっしゃるかもしれませんが、情報の取り方についてテレビはね、えー、問題があるというところでございます。えー、こちら、えー、テレビの情報はあくまでも受け身ですということです。えー、トレーダーとしましては、能動的に、まあ、自分からね情報を取りに行くというねスキルが必要かなと思いますね。 テレビって基本的には、まあ、企業だとかね、その放送局が流したい情報を流してくる。要は物欲を刺激するためだとかですね、こういった情報を日本人に与えたいということでね、どん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 公共の電波を使って流してくるというところですが、こればっかり見ておりますと、自分の考えがまとまらなくなってしまったりですね、物欲を刺激されてしまって余計なものを買ってしまうというところが出てきてしまうかもしれません。しかしながらね、 先ほどもお話しした通りトレーダーというのは自分が必要な情報を自分で考えて自分から取りに行く。 まあ今ですとね、ネットとか SNS でね、情報というのは取りに行ける時代、まあいい時代になりましたのでね、こういったテレビを見ている時間があれば、自分のね、調べたいこと、学びたいことをですね、主体的に学べるような環境に身を置かないといけないかなと思いますので、朝ね、テレビを見て出勤する、そして帰ってきてからも、まずはテレビのチャンネルをつける、こういった方々はね、逆を言えばトレーダーには向かないかなと思いますので、テレビを見ない人、これはね、え、 皆さんトレーダーのセンスがあると思いますので、えー、参考にしていただければと思います。えー、それではね、えー、続いて最後の、えー、第1位というところを見ていきたいと思います。はい、えー、はやある1位は、えー、他人のせいにしない。 自責のの精神持ちの方とといいうところでございます皆さん、この自責っていうのはね、えーまあ、聞いたことあるでしょうか。まあ、自責の、ね、対義語、反対語はね、多責ということで、何でもね、他人のせいにしてしまう、えー、他の環境のせいにしてしまうという方はね、トレーダーには向かないかなと思います。えー、人のせいだとか環境のせいにしても、トレードも自分も成長できないというところが私の持論でございます。例えばどうでしょうか。私もね、いわゆる氷河期世代という形で、 就職2000年前後に就職活動したという形でございます確かにあの時は就職活動ね人も非常に少なか募集が少なかったですし給料もねあまり多くなかったそしてインターネットもなかったということで環境はね非常に悪かったというところでございますただねその時をいまだにねあの時は悪かったということであと小泉内閣がね自己責任だとか竹中平蔵さんがね派遣社員を増やしたというようなところで 人のののせせいいいいい環境にすするる方といううは、ね、やっぱり同じ氷河期世代ででも多く見るという形でございます私自身も、ねまあ、そういった思ったところもあったんですが結局は、ね、自分が、ね、何か動いていけば世の中は変わるというところを、ね、しっかりと考えた上で,です、ねまあ、転職活動も2回しまして今は3社目というところもありますし自分自身でこういった YouTube だとか、ね、トレードだとかあとは、ね、ブログだとかそういったものを、ね、含めてです、ね、収入を上げていたという と,いうところがありますやっぱりこういったねトレードをする際には何か失敗してしまったのは自分のせいだよと他の人が言ったからトレードをしたんだけどうまくいかなかっただとか環境が悪かったこの業者がねストップロス狩りにあったというところは業者が悪いんだということでね人のせい環境の整理している人はトレーダーとしては全然成長しないかなと思いますのでやはりねこういったところは自分自身を 見つめ直すことによって改善を加えてトレーダーとして成長していくことが必要なんじゃないかなと思いますのでぜひ、自績の精神持ちの方はですねトレーダーとして体制しますのでチャレンジしていただければというところでございます。 はい、えー、といととうことでね、えー、長々としゃべりましたが、えー、まとめていきますと第1位はです、ね、今お話ししました自責の精神を持っている人、えー、他人のせいや、えー、環境のせいにせずですね、えー、自分自身の、えー、ことを振り返ることによって成長できる方、まあ、こういった方が、ね、必要だと思います。 第2位というところではテレビをほとんど全く見ない人ということでね受け身の情報ではなくて自分が調べたいと思った情報をね自分で取りに行くという方は成長できるかなというところでございます第3位は、まあ、余裕資金がある方ですね生活費を多く超える収入がある人ということで、まあ、本末転倒にはなりますが余裕資金でね失ってもいい資金ということでないと思い切ったねトレードはできないという形になりますのでこれも必須科目かなというところでございます4番目は孤独に 耐みんなと一緒にいないといけないだとかで、ね、常に誰かと一緒に行動しないといけないという方はね、なかなかトレーダーには向かない。トレードは結局はね、一人でするもので、自分で判断もしていかないといけないというところなので、まさにね、孤独に耐えることができる人は向いているかなというところでございます。 そして大人になっても勉強の習慣がある人ということでね、トレーダーというのは制覇、トレードには聖杯はございません絶対こうすれば勝てるというのはないもんですから常にマーケットの情報だとかテクニカルの情報そしてファンダメンタルの情報をね、自分から勉強していかないといけないもんですから常にそういったものをアップデートできる勉強の習慣がある人こういった方がね、体制するという形ですのでこの5点皆さんね、いくつ当てはまったでしょうかというところですね。 私ね、これ、完全な個人的な見解でございますが、まあ、あんまりね、えー、ずれてるとは思っておりませんので、えー、皆さんね、まあ、今回、緩くね、動画を見ていただいたかもしれませんけど、一度ね、どれぐらい当てはまっているか、もし当てはまっていないんであれば、こういう人間になることができるかというのをね、判断しながら、トレーダーをね、目指していただければという形でございます。 はい、えー。今回の動画は、えー、以上でございます。FX デートレ向きの、えー、人の特徴をベスト5という形でね、えー、掘り下げていきましたが、いかがだったでしょうか。えー、またこういったテーマをね、えー、取り上げて、えー、解説をしていきたいと思います。今回は以上です。バイバイ。